グラベトシナオ1月9日隊は、日本の外交官。アイルランド中殺特命全権大使を経て、2011年3月から2014年8月5日まで、フィリピン中殺特命全権大使。2011年3月22日、アイルランド首相エンダ・ケニーと2011年3月24日、アイルランド副首相イーモン・ギルマート東京都出身。父。 浦部敏夫は外交官で1969年から1974年まで中飛大使を務めている。浦部自身も父親の不妊に従い、フィリピンの幼稚園で幼年時代を過ごしている。東京都立新宿高等学校から一橋大学法学部に入学。一橋大在学中に外務公務員採用上級試験に合格する。 1974年一橋大を卒業し、外務省に入省した。2012年11月22日、フィリピンのマニラ首都圏のホテルで講演し、尖閣諸島をめぐる対立で、日中関係が悪化したことに触れ、両国関係の重要性を強調し関係改善を訴えるとともに、尖閣諸島7歴史的にも日本固有の領土であると、日本政府の立場を説明した。 大使挨拶及び略歴。在フィリピン大使館。2011年9月7日時点のオリジナルより、アーカイブ。2011年5月11日閲覧。フィリピン大使、裏部都氏、ジジドットコム、2011年5月11日閲覧。外務省、中飛大使、日中関係改善を、全閣は、日本固有の領土説明に中国メディア反論。 MSN3K ニュース2012年11月22日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年11月22日閲覧ありがとうございます。